武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは愛媛大学の総合問題の、対策について話していきたいと思います。総合問題は2016年の過去問基準で話をしていきますが、大問が2題、出題されており、大問1が、日本語の文章と、資料、文章そのものはほぼなくですね、資料だけで大半答える形となっています。で、それに対して資料から読み取れることを論述する、もしくは選択問題答えるのと、意見論述が400字で、大問2がですね、英文が与えられており、それに対しての内容の説明を日本語でやるのと、和訳問題、そして、意見論述400字という形になっています。なので、2題の論述という形になるんですが、まず大問1に関しては資料の読み取りがかなり細かく読まなければいけなく、読み取りの練習を事前にやっておかないとちょっと辛いかなと思います。資料の読み取りをやるという意味だと、理科系の、理系の小論文関連はデータ資料の読み取りがかなり多いものがあるので、ネタ本で自然科学系や医史学系などを一冊仕上げておくといいかとは思います。で、小論文の書き方としては、田村の優しく語る小論文や小論文の完全攻略本、これらをやった上で小論文の完全ネタ本ですね、こちらの自然科学系か医史学系、どちらか、もしくはその両方やっておくといいかと思います。で、大問2に関してですが、英文そのものの難易度は大したことはないので、こちらに関しては、追加でやるとしたら国公立標準問題集キャンパス、などをやっておいて、日本語説明などの練習をしておきましょう。で、それプラス小論文の練習をですね、大問1に向けて、対策しておけば、こちらは回答にそこまで困ることは、ないものだと思いますので、小論文の回答の練習さえできていれば十分対応できると思います。ただ和訳が出ますので、和訳の対策、和訳は若干長い、ものが出てはいます、ので英文和訳演習の基礎編は必須、余裕があれば中級、中級は正直本当に余裕があればでなくてもいいですし、キャンパスやっていれば和訳問題も出てくるので、そこで基礎編とそちらで十分対応はできるかと思います。ただ時間に対しての書く量が割と多いので、スピードを意識した練習を心がけてください。以上が総合問題の勉強となります。